冬に旬を貪れば、ふるさとの山里に知られざる味覚。悠々として流れゆく大河に、繊細にして豪快な珍味。喧騒の大都会にも旬があふれ、名人の包丁さばきが季節を彩る。伝統の大会に至れば、古代から親しまれた旬の大魚あり。とろけるようだね、これ。横に進もうかな、顔が冷たいんだもんだってな。類まれな日本の旬、その味覚を求めて最果ての港町、日本海の荒波が石すぶたとなって容赦なく打ち寄せる厳冬のべっかり。ここには絶品と噂の鍋料理があります。こんにちは。実はね、カジカ鍋っていうのをこの辺で食べられるって聞いてきたんですけど。あ、これ、あれなんだかあれだね、あの見た感じ、美味しそうじゃないけど。これがまだうまいだわ。これがうまいな、もうなんか怖いな。グロテスクな感じしますね。これだいぶ入ってるんだ、卵。あ、そう、こっちがあのメス、こっちメスで、ここ入ってるかもしれない。あ、入ってる、これね、大きいもん。どれがここですか。これ、それ、うん、それがここ、うん、あらららら、これ美味しいんだよ。あ、肝、そう、それも入れるの。これ半分が出汁出て美味しいの。これは出汁、出汁出て美味しいの。バッサンバッサンちゃうね、これ、あれ、今最初に入れたのは何ですか、これ。芋、じゃがいも。はい、あんこうに似たカジカ、北海道西海岸真冬の旬。豪快な料理ですね、これ。あ、ここにちゃんとね、おぉ、脂が乗った肝と味噌味が相まって独特の風味を醸し出すカジカ鍋。お好みでどの部分を食べますか。それはもうなんかできれば美味しいとこ、美味しいとこ、カラスの味が美味しいとこ。頭食べれるかな。頭も食べれます。頭も食べれます。カジカ鍋。芋にネギと。じゃあ早速。待ちに待った。この地方の冬場の漁はヒラメやカレイ。その網にたまたまかかるカジカ。めったに都会の市場には出回ることはありません。足がよく出てるな。うん、魚は醜いほどうまい。はい、骨入れて。なんだこれ。身がもう溶けるじゃないですか。うん、これうまいわ。カジカ鍋は冬に閉ざされるべっかりのとっておきの料理です。旬の味。北にカジカなら太平洋の旬は何か。あ、イワシが干してある。で、今あれですか、こちらの九十九里で一番旬の魚っていうのは。まあ、この土地ではね、カタクチイワシ。え、これあのここではセグロって言うんですが、背中黒いよね。あ、背中がね、この背中が黒いから、セグロイワシ。油のないものの方が価値が高いわけね。あ、これは一番おいしい食べ方っていうのは。まあこの土地では生で食べるのが一番おいしい。あ、お刺身にしてね。生辛味っていうんですがね、ここらではね、スプーンでいいんですか。はい、こういうスプーン、コーヒーのスプーンでもいいんですよね。頭を押さえて、こういうふうにえぐるように。それでね、あの生きのいいものはこうやってよく洗いますとね、水を切っておくと、これがね縮んじゃうんです。縮んで盛り上がって、鮮度の悪いものはこういうふうに伸びたきりになっちゃう。じゃあもうこれは新鮮じゃないから食べられないんですね。そうですね、土地の人はあんまりこう傷んだものは食べませんね。これどちらで取れ、こちらの漁場で。これはあの静岡県の沼津で取れたものなんです。九十九里で取れる品物なんですが、
今年は全然あのイワシが来てくれない。不良のカタクチイワシだが、お米と違ってここには備蓄があった。すごいですね。これこれがカタクチイワシ。だいたい何ヶ月分取れなくてもいいように。そう、だいたい2ヶ月や3ヶ月取れなくても、大丈夫なようになってますよ。しけると長いですからね。冬が旬のカタクチイワシ、九十九里ならではの加工品。ごま漬け、はい、お正月用に使うんです。わあ、綺麗に並んでる。本当は生で作りたいのが私らの、あれですよ、モットーですよ。魚がいつ上がるか分かんないし、それで浜と泥棒はいつ来るか分かんないと。カタクチイワシの刺身こそ今が旬の味。ぜひとも生きのいいものを食べてみたい。セグロは今日は取れそうですか？取れるよ。あ、取れる。もう網入れた船があるから、いっぱい取れるね。漁師さんの予言通り、なんと今日は大漁。贅沢が身に染みた猫どもが見向きもしないイワシ。でもこの冬は貴重品です。いつから取れなかったんですか？ずっともあるでしょ。なんか8月9月頃からね。久々の大漁、念願の刺身をいただこう。お父さん、ハラミをちょっと作っていただけないですか？すいません。刺身は小さめのカタクチイワシが一番うまい。わあ、たくさん来ちゃって嬉しい。はい、色きれいですね。透き通ってて、マグロよりおいしい。おいしい。明けましておめでとうございます。そこが知りたい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、新春第一弾来ましたね。最初から美味しいものです ね、 ね、まあ、おせち料理で皆さんちょっと食傷気味かもしれませんけどね。そろそろね。今日は一味も二味も違いますね。はい、郷土の味、しかも旬の味。そう、まあ、海には海の味があり、はい、山には山の味があると言いますけれども、どうですか、カジカの鍋。私、着物着なくてもいいから食べたかったですね。セグロイワシ、これも美味しそうだったな。身が透けてたじゃないですか。そうだね。まあ、東京にはね、いろんなその全国の味が集まってきてるはずですけれども、やはり今日はですね、郷土の料理ですから。そう、知ってるつもりがしてないんですね。自然で素朴で、しかももう本当に美味しいという、ほっぺたが落ちるほど郷土の料理がたくさん出てまいります。どうぞ一味違ったお正月の味お楽しみください。ご夫婦ですかね。なんか農作業してますけど。信濃寺に畑の旬を求めれば、そこは大根の里。これ大根ですか？そうです。これまだ青いじゃないですか。だって本当につけた色じゃなくてね、中身まで本当に真っ青であれしてるもんで。あ、外だけじゃなくて、中まで。はい、これを、あら、こういう状態で、これはおろしですよ。真っ青の、本当にグリーンが素晴らしいあれになってる。大根おろしにすると。そうです。これまあ品大根ってね、言ってる。品大根。はい、品大根。はあ、初めて見ましたよ。そうですか。あっちは葉っぱがちょっと違いますね。はい、これがその中之条大根といって、私らの方の特産品のような大根なんです。もう収穫期になってるもんでね、こういう状態で今のと違って、ほとんど白い方がね、白い方が多い。やはりここ2キロ範囲ぐらいですか、中之条大根っていうの本当に適した地はね。2キロ。ええ、だほんの限られた場所になっちゃうもんでね。はあ、だからこの種がいいからということで、立ち食い持って行ったりしても、この大根はできないというような状態になって。え、他の土地へ種を持って行ってもこの形の大根はできませんわ。できない。青い品大根はその名の通り中国から渡来したもんです。水分が少なくビタミンも豊富。こんな大根を初めて見ますが、どうやって食べるんでしょう。ちょっとね、あらららら、おろせば青い大根おろし。
まるでわさびのような色合いですね。さてこれどうするんでしょう。絞る。鮮やかな緑色の汁ですが辛いんじゃないかな。一方榊町だけの中之条大根、こちらもおろします。同じように絞ります。汁は乳白色、おなじみの色ですね。さてこの2種類の絞り汁どうすんのかな。あれもう全て手作り、まあ、品大根ね。こっちからいきますか。はい、はあはあ、うどんの漬け汁にするんですね。いや、なんと辛そうな品大根の方が甘い。それに辛くないでしょ。これはまあ普通の僕が食べている、ああそうね、大根おろしと同じような味ですね。あ、辛い。これはピリッときますね。そうかね。このくるみ味噌っていうのもちょっと初めてだな。そうですね、これあのうちで方で取れるあのくるみでね、すり合わせて合い味噌を作るんですけど。手打ちうどんね。どう、辛い。いや、これは美味しいです。あ、そう。この中之条大根ね、大根の辛さの上に味噌とくるみのちょっと甘さが、大根自体にもだいぶ甘みはあるんですけどね。これはね、いくらでも食べれます。どんどん上がって。冬野菜の王様大根、信濃地にここだけのふるさとの味。粉雪の舞う最上川支流の山里酒川村には、冬自然の恵みが川を登ってやってきます。何されてるんですか。あ、お、すいませんね、これ何か、何が取れるんですか。鮭です。鮭、うん、向こうの川からずっと登ってくるんですか。今度からあの塔の中へ入るんです。おー、じゃあの四角い箱の中に全部鮭が。ええ、そうですよ。鮭ってこんな寒くなってからでも取れるんですか。うん、取れます。冬は厳しいばかりではありません。山里に嬉しい旬の味を運んできます。いいなぁ。生まれ故郷の川へおよそ4年ぶりに帰ってくる鮭。わー、すごい。この鮭こそ山里の旬を彩る貴重なタンパク源なんです。大きい方ですか。小さい方。この鮭川村では鮭をどう調理してるんでしょう。あれ、これずいぶんなんか鮭って私もっと赤いと思ってましたけど白いですね、色が。あの赤いっていうのは、うん、海にいる時身が赤くて、ええ、あの川の水で淡水を飲むと白くなってくると。そうなんですか。うん、美味しいですか、白身も。美味しいですよ。おお、イクラがいっぱい出てきましたね。すごい。これやっぱり今頃の鮭だからあれですか、いくらですか。あ、そうですね。これが軟骨、この白いところ。この白いところが軟骨、はい、うん、大根おろしにいくらに、はい、ここに乗ってるのがこれの軟骨、うん、はい、これお正月料理、うん、ね、綺麗ですもんね、紅白に、うん。切り目は囲炉裏で焼くんですが、お味噌塗って、田楽、はい、鮭の湯の里味噌田楽、里味噌田楽、里味噌田楽、酒の湯の里味噌田楽。そして雑把汁、鮭の頭や中骨、野菜類を入れて煮込みます。雑把とは残飯がなまったもんで、残ったものを何でも入れて煮込むところからこの名があります。味は味噌仕立て。生臭さを取るためには酒粕を加えます。うん、なるほど。
お味噌と鮭って合うんですね。おいしい。本当体温まりますね、これね。すごい。これはうまそうだ。ああ、粒も大きい。おいしい。酒尽くしは北海道だけのお料理ではなかったんですね。日本中、いやいや世界中の食材が集まる東京、この東京で今が旬のものを集めてみれば一体どんなものが手に入るんでしょう。銀座の懐石料理店、川端の調理長小宮さんに同行してみました。専門家が選ぶ、はい、旬の味というのは見せていただけますか。そうですね、じゃあ行きますか。はい、さまあ東京で旬を探すんならなんてったって築地。甘鯛を買おうかなと思って。甘鯛、甘鯛どれですか。甘鯛これですね。これいかがですか。これは横須賀のアジナのあれです、あの甘鯛です。あ、甘鯛っていうのはやっぱり今の。そうですね、ちょうどあの焼いたり蒸したり、あと何でも使いますね。今美味しい時、美味しいですね。あとはハマグリは、だいたいこれは片取れてますからね。あ、いい質問にもいいし。そうですね、これはだいたい日立のあたりですね。あの、はい、まだ尻尾が動いてますよね、はい、生きてるわけじゃないが叩けば動くタラも買い求めて、さて今度は青果市場。あれ、タケノコも出てるんですか。これは鹿児島です。鹿児島から。あ、タケノコが。名人は旬を先取り。まずいい、ちょっとやって。あ、菜花、菜花っていうのは菜の花の。そうですね、ですか。ちょっと早いけど、ちょっと早めに先取りして、それは何ですか。ユリネですね。あ、ユリネ、ユリネも今が旬ですか。そうですね。懐石料理の精神は旬の先取りにあります。真冬に初春の献立をしてこそ懐石なんです。例えば甘鯛、本来の旬は春ですが、これを今調理してこそ旬の懐石料理となります。甘鯛は肉が柔らかく水分が多い。美味しくいただくには調理の腕がものを言います。焼いた甘鯛を白玉でくるり、再び火を通す。さて、どんなお料理が出来上がるんでしょうかね。今日買った材料がこういうふうに化けたわけですけれども。そうですね、甘鯛の前玉焼きと言いますね。上品な出来栄え、お味はいかがですか。鯛の、あの味と歯触りと香りと全部ここに包み込まれて、早春の香り。ハマグリに大根おろしを雪に見立てた鍋、いずれも季節感たっぷりで見た目にも美しい。懐石は旬の素材を先取りした雅な食の文化です。あら、綺麗。三色の、これはですね、ゆりねの三色饅頭ですね。なんかちょっとお菓子のようですね。まあ、さて皆さんは昭和20年代に盛んに出回っていた星数の子をご存知ですか。お正月にはなくてはならない一品でしたが、今じゃめったにお目にかかれません。幻の星数の子を探してみましょう。星数の子は北海道留萌で作られています。僕見たことないんですよ、あの星数の子があるっていうのは。なんか聞いたこと、言葉は聞いたことあったんですけども、かけらありませんかね。かけら、かけら、まあなんとか上探してみるとあると思います。あ、ちょっとありました。これ多分自宅で食べるために取ったんだと思うんですけど、本当に形ないと思います。お正月に食べる分しか残ってないです。これ数の子ですか。数の子です。干したものなんですけど、こういうものしかもう残ってないんです、一切。あ、そうですか。美味しいですよ、あの間違いなく。あ、こっち、こっちよりはこっちの方が美味しいと思いますね。あ、そうですか。あの値段も5倍ぐらいしますけど。5倍。ええ、あるそうじゃないですか。え、星数の子をこうなんかご自宅っていうか、ちょっとあの戻して味付けしたのはあるんですけど。
一口だけ。なんとか。あ、はい。あ、いいですか。はい。こういう形になります。これはもうちょっと大きいと思うんですけど。こっちはこのぐらいになる。そうです、はい。もう完全に食べられる状態ですね、これは。え、食べられます。いや、生まれて初めてですよ。一応一個ずつ貴重なもんですからね。どうですか。もう問題になりませんね。そうですか。はあ、お正月だからこういう高い干したやつも食べてみたいと思うんじゃない。それを1年間予約して待ってる方がいるという気の長い話です。いや、産地でも貴重な干し数の子、昔は庶民のものでした。干し数の子ってのはあれもあった。今はね、ほとんどないな。あれもな、この店はないない。戻せる人がいないんだよ、干し数の子。ええ、干し数の子を、あの、自分でね、ちゃんと戻せる人がいないんだ今。味は最高だよ。味はね、塩数の子よりは確かにうまいんだよ。うまい、うまい。このお店はないそうですね。ない、もう去年でやめちゃった。まあ、一人ぐらいしか買っていかねえもん。一人。昨年末の入荷量は築地でも600キロ。値段も塩数の子の5倍もするんじゃ庶民の口には入りません。でも本所の松尾さん家じゃやっぱり干し数の子。高級品ですね。おお。はあ。綺麗ですね。これをね、あのお米の研ぎ汁で戻すんです。そうですね。これで3日目です。3日目。まだあと2日。これがこうなるわけですからね。あの干したやつの方が数の子らしいと、それは思いますよ。あ、本来の数の子の、そうそう、数の子はやっぱり干したやつの方が数の子らしく感じます。酒と醤油に漬け込み、鰹節をかけていただく、おつな味がするんです。これがいただきます。庶民の旬の味も年々遠くなっていくようです。石川県奥能登の旧家の正月自宅と旬の味を拝見いたしましょう。九段の旧家は平の大納言時忠の血筋を引くかつての大将や上時邦家です。これは古そうですね、このうちは。ごめんください。すみません。ご主人様でいらっしゃいますか。いいえ、私は番頭です。あの、しばらくお待ちください。今あのお呼びしてまいりますか。番頭さんですか。はい、しばらくお待ちください。あ、はい、すみません。いや、しかし随分高いですね。はい、あのずっと一番高いところまで、これあの地上20メートルございます。20メートル。はい、ですからもう大掃除になりますとね、大変なんですよ。もう、はあ、こういったこの竹竿の先にあの笹をつけたのでね。あららら。これでもうずっとこうまた払うんですわ。ご主人でいらっしゃいますか。どうも、はじめまして。あ、どうも、山崎でございます。はじめまして。はじめまして。まあ、綺麗な奥様で。お正月にやっぱり食べるなんか独特のものってあるんでしょうか。はい、やはりこの地方独特のものは2、3あります。そうですか。早速ちょっとどっか見せていただいて、はい、よろしいですか。しかしこのうちは古そうですね。160年ぐらい経った。160年。800年の伝統の重みを感じさせる屋敷。年末の大掃除に20日もかかるそうです。正月準備も大変だ。そうですよね、はい、お正月だけしか使わないんですか、この器。あ、書いてある。たくさんありますから。たくさんありますから、はい、え、たくさん。これ蔵にみんな入ってるんですよ。その一つですか、これは。そうなんです。これ全部じゃないんですね。全部じゃないんです。まだまだたくさんございますよ。蔵の中を見せていただきましょう。おお。これはもんじゃですね。今、工場の調査もしてまして、それも今、ここに古文書。古文書っていう本類ですね。はあ、ええ、やっぱり小脳が載ってました。もう空になってました。へえ。
まあ多分僕は読めないと思いますけど。あ、難しそう。お正月に使う器っていうのはさっきの牛輪島塗とこの辺ですか。お正月だけです。あ、出た。こういうの。あ、綺麗ですね。ちょっとあの一つ出していただいてもよろしいですか。はあ、ああ綺麗だな。あ、これで。はい。輪島塗の漆器、代々伝わる家宝と言えましょう。年始に来られた方には、ね、これをお出しするわけです。これは、例えば僕がお邪魔したら、こちらがどんと出てくるわけですか。そうなんです。でそれでお父さんを差し上げて、この中のお料理をこう取り分けてね。まあ、ですからこういうところにかぶら寿司なんかも入れてもいいんですね。あのお正月に年始にいらした方に差しお揚げするものですから、かぶらにいいブリの味がね、こう染み込まないんですから、やはりこう分厚くね。かぶら寿司は塩漬けにした寒ブリを厚めに切って、かぶらで挟み、麹と米に約1週間漬け込んだものです。彩りとして柚子や人参をあしらいます。なんかさっきもう一つ、ああこれなんですよ。頭を注意して、これがブリの頭をね、はい、ご覧の通りこうして、あのこれむしゃむしゃ食べるんじゃないですか、ね、いえいえ、とてもない。これどのぐらいここにいろいろなところに、だいたいそうですね、やはり3日間ぐらい。え、やっぱりこの辺りじゃ皆さんお食べになるあれなんか。ブリは頭から尻尾まで何でももう大事にして食べる。それからこれ、こういう大きいブリはなかなかね、あのお正月ぐらいでないと手に入りませんでしょう、私はね。ですからそれをまあ大事にして、こうしてあの焼きまして、それを一つも残さないように食べたんでしょうね。あ、なるほどね、はあ。ブリの釜は3日2晩焼いて細かく砕き、生さえにします。初めて食べるんですかね、これ。あ、なるほどね。いかがですか。ブリのやっぱり脂がこう乗ってるのがね、ちょっとこう一杯っていうのにいかがですかね。やっぱりそういう感じになります。そうですか。お湯に囲んでね、そうですね。能登の旬、それはやっぱり寒ブリです。出世魚として呼び名もさまざまに変わるブリ。ブリ取れました。ブリ体長80センチを超えたブリは脂が乗り、この時期寒ブリとして特に珍重されます。この今のブリの、まあうまいんでしょうけど。うまい。どういうとこが。取るのがうまい。大量なら一網数千万円もする寒ブリ。能登の漁師は目の色変えて寒ブリを狙いますが、なかなか大漁とはいきません。でも今日は大漁大宴会、漁師冥利の寒ブリだい。ここが一番いいところ。赤いところはまあ美味しいね。この白いところは美味しい。あれ、どうぞどうぞ、腹いっぱい食べてください。いいとこない。テレビで出たことないが、これはもっとこれ気をついてみてえわ。なんてったって刺身がうまい。天気もおかしいよ。あんたじゃ俺商売が知らんけど、とろけるようだね、これ。これはすごいわ。こんなの毎日食べてんの。毎日食べてる。冬ならではの能登の味。雪深い新潟県六日町でとっておきの旬が売り出された。あら、すごい列ですね。まだ8時前なんですけどね。おはようございます。おはようございます。え、高いさん、深井さん買うために並んでるんですか。はい、有名なる名手だな、はい、こんなに朝早くから、はい、寒いのに。本数が決まってるわけ。え、その本数が決まってるって言いました。一人に2本ずつ。一人に2本。あ、開いたよ、開いたよ。早いね。え、8時。お父さん、よかったですね。これがその並んで買ったお酒。八海さん。八海さん。今日はあと2本だね。あと2本で、この2本で終わり。残念でしたね。すいません。いや、残念。じゃあ明日諦めないで。新酒とはいえ、日本酒でこの騒ぎとは驚きです。
八海さんは売り切れです。申し訳ありません。売り切れだってね、あの売り切れなんですよ。それ在庫がないから、ええ、量が決まってるからね、ええ、あのこれ屋さんに1年間で割り当てなんですよね。じゃないんですか、ここには。いや、ここにもあるかもわかんないですよ。あっても、ええ、フリーの方に売れないっていうのがあるでしょ。今の時期しか飲めないお酒があるっていうふうに聞いたんですけども。絞りたて原酒ってやつがあるんですよね、八海さんの、ええ、この辺でね、はい、今の時期にしか飲めないその原酒がある話伺ったんですけども。まだ入ってないんですが、今年は、はい、ここのお店の中にその在庫でも八海さんはあるわけですよね。1本でも2本でも、まあ、在庫というか品物はありますけど、売るお酒はないんですよ。それちょ見せてもらえませんか。ちょっと倉庫の向こうのちょっと遠いもんで。ちょっと行けません。遠い、車で行くぐらいですか。いや、その裏なんです。すぐ行けるんでしたら、ちょっとだけ見せてください。お酒ですか。八海さん、はい、いいですか。いいですか、はい、見せるのも美味しそうな酒屋さん。これが、あ、あるじゃないですか、ご主人。前の、今までの前で気をついたね。え、こんなに。これもそうですか。そうです。これもですよね。これいわゆる2級で、これが一番人気のあるし、いわゆる2級なんですね。これ1本も残ってないですか。全部予約。そうです。1本もない。ええもう全然間に合わないんですわ。すぐうんって言うんですね。はい、全部ダメ。ダメですね。ダメですか。超人気の八海山の原酒、その酒造元は雪に覆われた山裾にありました。八海山の原酒はその土地に採れた新米を使って年に1回、12月にしか作りません。蒸した米に麹を加えて発酵させますが、米の蒸し方、精米の度合いが酒の味を決めてしまうといいます。当時の長年の勘と技が酒の命なんです。いいねか。お米を発酵させて作る酒造りは冬場の作業です。冷房を入れれば夏でも作れますが、ここでは行っていません。酒の質を守り通したいからなんです。お酒造りは麹造りから始まります。私の酒造りの、まあ、目標って言いますか、頭にあるのは、目の届く範囲の酒を作ろう、そういうことでございまして、そうしていきますと、もちろん、まあ、作る数量の限度も決まってきますけれどもね。発酵したものをもろみと言いますが、これを絞ったのが原酒。これは原酒でございます。ああ、麹の特徴がよく出ていますよ。普通のお酒のすごくコクのあるお酒っていう感じですね。この原酒は今年出すのは去年と比べて半分です。半分ですか。昨年は冷夏のためにお米の作柄も悪く、原酒の生産量も激減しました。この原酒に水とアルコールを加えて寝かしたものが清酒ですが、当然清酒八海山の生産量も落ち込むことになります。おまけに東京でも人気が出てきた八海山、勢い品薄で地元のお店への出荷も割り当てが厳しい。全然足りない。全然足りないです。去年より随分少ないよな、きっと。どこも品不足に泣いていますが、原酒の予約してる人ですね。一人で16本、この方。はい、まゆろも。もっといっぱい頼んだけどね、足らないで8本しか来ないの。本当は何本頼んだんですか。10本頼んだの。2本足りなかったんだ。お正月にはね、まあ気に入った人が来ればね、お気に入った人 にだけ、普通それでやらないよ。あらそんなにうまくて貴重なお酒なんでしょうかね。私もいただいてみようかな。美味しい。他の酒にはとってもこの味は出ない。おばあちゃんは飲まないんですか、お酒。飲むの俺より強いんだ。本当は違う、飲まないよ。
地元ぐらいだ、飲ませてもらえてね。どこのお酒よりこの博多は本当に美味しいんだもん。今年も新酒が飲めて幸せそうなご夫婦です。ここのお宅は何本ですか？2本。うわ、どうも。もういつぐらいから？そうですね、もう30年からになりますね。行ってみましょうか。藁の匂いがしましたよ。このお宅にもう一つ意外な旬、納豆入ってますね。わらが汗かいてますね、はい、最近わらもあれじゃないですか。いいですか？え、こういう具合だ。あ、白いですね。これが納豆の糸ですね。昔はお正月しか食べなかった。お正月だけ食べてたんですか？はい、そうです。納豆が、はい、今一年中売れてますけれども、この時期でないと私どもの納豆はできないわけです。納豆って季節があるんですか？ありますね、本当の季節は。やっぱりお正月に向かって藁に納豆菌がついてるわけです、それを利用させてもらってる。だから雑菌が冬ですので繁殖しないってことじゃないですかね。あ、それで今の時期がいいということなんですか。はい、お酒お好きなんですね。大好きです。あ、うまい。いや、本当に美味しいですね。旬の納豆を魚に新酒をいただく、素朴の味です。これが、そうでしょ。おいしい。大豆がなんかふんわり藁の香りがするね。藁なんて今少ないですよね。そうですね、コンバインが普及しましてね、なかなか藁手に入りにくいですから、で作る人も少なくなっちゃったんないでしょうかね。山本さん夫妻は手作り納豆を作って36回目の新年を迎えます。六日町の素朴な旬の味と酒、今年もまた雪深い新春でした。岩手県花泉町には全国でも珍しい郷土の味があるといいます。なんか網なんですか？これから沼エビをね、取りに行こうかなと思って。エビ取りに？エビ取りに。あ、これエビ網ですか？そうそうそう。これはちょっとでも変わった網ですね。初めて見ました。まあこの辺で昔から、まあ、こんな格好でね、作ってるんですよ。材料は町の至る所に2000カ所もあるというため池で調達します。このため池というか池があるんですね。農薬が入らないところでないといないんですよ、エビが。農薬で死んじゃうから。農薬が、山の中でエビを取るっていうのは、なんかこう不思議な感じでございますが、いきなり入ると滑りますから、足元気をつけて。冷たい。冷たいですね。時期ですから。なんか手が切れるような感じですよ。こういうふうにして、こういうふうにして、こう上げると、あ、いた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 。入ってるでしょ？入ってますね。ね、このこれ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 。これそうです。これ。ああ、これが沼エビ。はあ、かわいいもんだ。今度いっぱい入りましたよ。これすごいな。今度入りましたよ。結構入った。今も結構入りましたね。入りましたね。さっきからね、疑問に思ってるんですけどね、これ山の中でしょ、でこれ人工で作った池でしょ。人工で、そうですね。どうしてこのエビがここに生息してるんですかね。水鳥が運んでくるんじゃないですかね。水鳥か。ハモが。カモは、そうか、謎が解けました。カモが。冷たいため池で取った沼エビ、これをどうするのかな。エビを取ってきたのでね。あららら、
もちろんついてもらって東京の人にご馳走したいと思いましたよ。すいません、なんかこっちで突然ですけれども、いや、あの、エビ餅っていうのはなんかこの花泉の中ね、名物だって聞いたもんですからね。今のエビはね、本当にこう脂が乗っててね、美味しいんです。あ、今が旬なんだ。そう、あら。で、早速餅つき。お餅とエビがどう関わってくるんでしょう。塩で空炒りされ真っ赤になった沼エビをお餅に絡めます。うわー、これは珍しい。紅白のコントラストが鮮やか。もう一つ、エゴマのタレを作ってお餅に絡めたもの。さらに地元で採れたキジ肉を炒め、おろしたごぼうを醤油で味付けし、キジ肉に合わせます。花泉町の郷土の味は餅料理だったんです。本寺さん、山から取ってきたエビゴも真っ赤になっちゃって。そうですね、いい色ですね、これはね。エビ餅をいただきます。ああ、エビがこんな風に贅沢にみんなひっついてる。エビの塊を丸ごと食べてって感じですね、これね。これはいや、うん、お母さんやっぱり料理うまいんだね。ねえ、いやいや、でも他にいっぱい種類もありますよね。はい、これはお雑煮。このお雑煮ですね、はい、これ中に何が入ってるんですか。これはね、キジのお肉が入ってます。キジのお肉、はい、でこれはくるみ餅。くるみ、はい、くるみ餅。でこれはエゴマっていう。エゴマ、うわ、もう全部すべてこの地元で採れたやつでしょ。そうね、え、田植え終わりば食べるとかね。田植え終わりば食べる、うんうん、それからそれから秋、うん、稲刈りね、うん、稲刈り終わったら食べる、うん、お餅をついて食べる。花泉町では明治時代の初めからさまざまなお餅の食べ方が始まりました。大晦日に作る繭玉もまたお餅です。平成6年元旦、花泉町は穏やかな新春。今年こそ豊年満作でありますように願いを込めて、安倍さん一家のお正月。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お姉ちゃんです。いいね、はい、あー、お姉ちゃん可愛いな。あ、よかった。祝いの膳はやっぱりお餅。お餅を食べ、お餅で祝う花泉町の新年です。いやー、おいしそうなお餅だね。ねえ、何種類ありました。エビ餅があって、エゴマ餅、キジ餅、キジ餅もあった。ねえ、僕はもうお餅たくさん食べたつもりだったのに、また食べたくなりましたよね。私たちの餅っていうのは切り餅でね、こういう形ですけど、あのとろっとしたつきたての。そう、しかもね、いろんなその土地ならではのアイディアがこうね、本当に溢れてるというね、郷土ならではのお餅でしたね。食べきすぎちゃいますね。それから今日見ててね、ああ羨ましいなと思ったのは、あのご夫婦でね、納豆を作って、はい、それでもって食べるというようなね、こういう食べ方っていうのは今だん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 少なくなりましたからね。納豆に季節があったってことを知らなかったですもん ね。 そ, うですね。そしてまあお酒の好きな人には答えられない八海さん、あれ味わってみたくなっちゃったんじゃないですか。そうだな、もう本当によだれの垂れそうなお酒なんですけれども、僕はね今日見ててね、あの郷土の味って一体なんだろう、あのお酒の話でねつくづく分かりましたよ。あれ作ろうと思えばもうね、全国に出す量をね作ることだって可能なんですよね。それはそうですね。でもあえて地元の人たちに向けて作ってる、うん、ね、そして地元の人たちがあれだけ楽しむ、うん、こういう風になってるからね、その味の素朴さ良さっていうのがね守られてるっていうところもあるんだな。あの美味しいは本物です、うん、でも今有名になっちゃったからね。そう、本当にこれが全国に広がっちゃうかもしれないけれども、さあそこはせめぎ合いでしょうね。奥能登の旧家
上時国家も穏やかな新春を迎えました。早朝、家族だけの祝いの膳。それではいただきましょう。輪島海苔のお膳には丸餅に岩海苔のお雑煮など良しな質素なものです。祝いの膳に箸をつけ終わるまで無駄口を叩いてはいけません。そしてご当主にご挨拶。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あと今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。年始の客が訪れると初めて重箱のおせち料理が運ばれ、客は奥さんのもてなしを受けます。お目当てはかぶら寿司。旬の味がしきたりの中に生きる。美味しいですね。これぞ日本のお正月。